さあ時刻は午後七時を回りました。沖縄プライムの時間でございます。本日は収録でお送りしていきます。そして、今日の M. C. はこの方です。どうぞ。はい。那覇市議会議員の奥間亮です。よろしくお願いします。はい、奥間さん、よろしくお願いします。奥間、はい、さんも一ヶ月ぶりということですが。はい、最近はコロナも五類になって。い。いかがですか、はい。そうですね。まあ、やっぱり。 んか僕もなんか飲み会誘われるのが増えてきた気がします、うん、で行ったらやっぱり満席とかはいははは那覇なんですけどはい、はい、活気が出てきたなって感じもしますしどんどん変わっていくんじゃないですかねん、はい、なんか今国際通りもいっぱいみたいないっぱいしてますね,ねうん一時期誰もいないみたいなそうですね本当にゴーストタウンみたいな時から <laughs> うん、だいぶね、はい、経済活動もはい盛んになってきましたが、はい、はい、えー、そんな今日は奥馬さんをお迎えしていろんな話していきたいなと思っていますが、はい、えー、ぜひ皆さんのメールコメントお待ちしております。コメントはダメだ、ごめんなさい、収録なんでね、メールで、えー、ご意見、ご感想、質問などなどお待ちしております。メールアドレスが797アットマーク fm 機能ドットコムです。 このあ、えー、と8時まで今日は収録でお送りしていきます。皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは一旦 CM です。さあ沖縄プライムでございます。本日は収録でお送りしています。えー、っと MC はこの方です。 はい、那覇市議会議員の奥間亮です。よろしくお願いします。奥間、はい、さん、よろしくお願いします。はい、え、実は先、先月の奥間さんの番組担当の時にですね。え、はいね、メールがあって、はい。ありがとうございます。実は先月はこの土地の共有の、うん。そうですね。名義の話。はい。で、その税の納付が。はい いろいろ仕組みが変わってあ納付書とか通知書とかの仕組みが変わってっていう話でしたそれでメールが来ておりますこんばんは番組パーソナリティの山内さんに那覇市議会議員の方これ奥間さんのことですね、はいえー、私は隣の町から拝聴しています先週固定資産税や共有名義の話がありましたが実はちょうどその日に自治体から封筒が届きました 固定資産税共有名義人に送付とあり中を見るとすでに他界した父親名義や他二2人の名前が金額が200万余り勘違いしパニックになりました後から別の紙に「この用紙は納税を促すものではありません」とありましたただ手続きが必要らしいがなぜ10年も経過してから来るのでしょうか この急にその、えー、と通知書が来たとか納書が来たっていうのは結構ある話で前回の時も少し触れたかもしれないですけど例えばその、まあ、私がこの間話したのは那覇市の道那覇市が管理してた道なので、えー、非課税だったんだけれども、はい、えとこの周辺の環境が変わったために私道になった、はい、なので。 えー、課税するようになったっていうことで通知書が届いたとか、うん、あとはその、まあ、相続とかのこともありますけど、はい、まあ一応何らかの理由で10年も経ってから、はい、あの連絡が来たっていうのは何らかの理由があると思います。うん、でこれもですねあの、えっと、私その後あの後ラジオの後に、はい えっとまあ、進捗といいますか私がその相談もらってる人からお礼の言葉がありまして、はい、であの後あと役所の人とかがいろいろ対応してくれて、はいえっと、やっぱ仕組みが変わったっていうその,その年度でもあるので、うん、やっぱりその何て言うんでしょうすぐにはねのあのスムーズにその対象者の人たちっていうのは対応するのが難しいので、はい、じゃあその共有名義の。 のいきなり共有名義の人に「はじめまして納税してください」っていうのを自分たちが言うっていうのはかなり酷なことですからえっとどういうふうに通知したらいいのかでそれを暗分するのかしないのかえとかですねえそういう話し合いとかまあ通知とかそのあるいはなぜ課税されるようになったのか今みたいな疑問をえっとその。 まあ、あの共有名義の人たちにいい、まあ、シェアするために、はいえー、ちょっと役所の人が今協力してくれてるそうなんですよね。なのでそういったあの協力っていうのは相談してくれればあの対応してくれるそうなのであの、まあ、その,あの役所がこうやって今手伝ってくれてますってことで、はい、感謝の言葉がありました<ー>なのでこのメールいただいたあ方についてもですねその自治体に、はい、あのぜひあのご遠慮なく。 相談してていいただいてなぜこういうふうに10年も経ってこうなったんですかとであるいは、えっと、その通知だけれどもこの納税はじゃあ誰が行ってどういうふうになるんですかとかっていうのを聞いて疑問点聞いてもらえればですね、はい、対応してくれると思います。 問い合わせたんだもう全然なんかとんちん感で、うん、あの役所の職員があああの真摯に対応してくれなかったっていうのを、はい、まあ山ほど聞いてきて <laughs> 議員の方に相談に来るっていうのがかなり多いので、うん、もしじゃあ,あのこの今聞いていらっしゃる方も問い合わせたんだけれども、はい、全然対応してくれなかったっていうんであればまたメール送っていただいてあの差し支えなければあの あの個人的にご相談に乗ることができますしてその地方のね議員地域の議員をあそうですね自治体を紹介したりとか橋渡しとかは、うん、あのしますので、はいはい、こういうラジオの、あのー、コメントのご縁も。 ご縁だと思うので、まあもしあの必要であればまたメールくだされば対応しますのでよろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ということでえー、っと今日はですね、はい、また打って変わって、はい、この子供の貧困について、はいろいろとそうですね。であのちょっとざっくりした大きいテーマで言いましたけど、はいはい、まあ本当は子供の貧困って言葉も私使いたくない派なんですけど、まああのー。 えっと今回紹介するのは、はい、あのなぜちょっと子どもの貧困っていう私言葉を使ってテーマに掲げたかっていう理由も後で話するんですけど学生服の、えー、リサイクルリユースをしてる事業所事業者さんがありまして、うんはい、でその方もちょっとこの、まあ、ご縁があって、うん、この間 あのその現場に行ってきたんですねその代表の方とも結構長い時間お話しさせていただいてこれですかえっとですねちょっとこの事業所のこういう名詞をラジオで言っていいかって許可取ってないのでまあ、まあ、ちょっと濁すんですがただ、うん、この方あの全然 SNS 上げていいですよってことで私 SNS 上げたんですよ。なので奥間涼のインスタとかフェイスブックとか、うん、あのもしリスナーさん気になったら見ていただけたら。 何投稿か前に遡ればその事業所の名前が名前と場所も出てきますのでご興味ある方はで一応ちょっと今ラジオ上は濁しますけど中南部の,あのにありまして、はい、那覇ではないんですけど、うん、でこ,こういうあの学生服のリユースリサイクルっていうのは、はい、県内各地にあるようです。ただあの航空 があって例えば何々中学校の校区のエリアだからまああるいはもしかして何々中学校だけとか何々高校だけとか特定してるそのところもあるみたいなんですが私が行ったところはもう全県範囲でやってるところで南部北部中部で実際んかそこは中南部のエリアなんですけど。あの 所在地がですねただ、うん、あのこの間国頭北部の方の,あの高校学校まで、はい、えの制服の在庫ありますかっていう問い合わせがあってそこはあの本当に奇跡的にサイズがぴったりだったらしくて、えー、マッチングできたということでそこは全県エリアをやってるところなんですがこれは中学生高校生の、まあ、制服のお下がり を買取あるいは寄付でで受けてですねそれを、えっと、安い価格で、えー、販売するという仕組みなんですけど、うん、これはあの何が重要かっていうと、はいまあ、経緯としては、まあ、制服が買えないっていう,うあのご相談をその方が受けたと。あの えー、その例で挙げてらっしゃったのが先生からの相談を受けたらしいんですよこの代表の方が学校の先生から。で実はその,、えー、っとその自分の担任を持ってる子が入学式が入学式があって。 始業式があるけど、うん、まあ4月全然学校に来れてないのでその子に電話してみたら、はい、まあいろいろ話聞いたら実は制服を変えてなくて、まあ、ちょっと親が買ってくれてないというかとにかくまあか変えてないので学校に行けないという切実なことがまあ声があったのでえっとその。 もうじゃあ先生が買うよって言って、うんうん、で調べたらあれや,やっぱりあの1着じゃね特にまあ例えば男子生徒だったらワイシャツとかだったら毎日洗濯したりとかしますし、うん、やっぱ2着も必要だしです、ね、っていうことになると結構な値段するらしいんですよ<っ>学生服って。こうしますよ2万3万とかするらしくて。うん でそうなるとちょっとこう先生も,もうこれを毎,毎回ね、うん、自分の生徒にやるわけにもいかんということではいは、はい、少しでも安く買えないかなと思ってっていう、まあ、あ,るあるいはお探りがないかなとか<い>そういう話も経緯もあったりして、うん、経験もあったりしてこの代表の方今ずっと続けてらっしゃるんですけどね、うん、でこれがやっぱそのじゃあその過程に何があるかっていうと。うん まあ当然その買えないわけじゃないけれどもそのお母さんがまあやっぱりなんて言うんでしょうねうんその一人は世帯でえそのパートナーみたいな人もいるけどなんかそのまあいろいろかん,なん,なんていうんでしょうお金のやっぱり適切な管理ができてないんでしょうねその結局子供に必要なものを買えてないとあるいは無理して買ったとしてもまたその家庭に影響が出るとかまあとにかくいろんな事情で。 買ってあげられないとで、まあこれってあの役所とかしかるべきところに相談したら、はい、あのいろんなサービスはあるんですよね。福祉資金金貸付金とか母子家賃福祉の,その基金とかですね、はい、いろんなものがあったりはするんですけどやっぱそこにまあつながってないっていうことですよね。はい、はい からまあ、あるいは学校に相談したら、うん、じゃ制服ないからじゃ制服な,ないからじゃどうしようかって話もできたわけじゃないですか結局その子はもうかないわけですよね、うん、もう本人もどうしていいかわからない,はい、はい、で親もどうしていいかわからないということで1か月間、うん、なんかなんでこんな簡単なことができないのかっていう声が聞こえてきそうですけどはい、はい、やっぱりその。はいはい 私このラジオでも何回か行ったことあるかもしれないですけどやっぱりこの子どもの貧困問題のキーワードの中に「孤独」っていうのがよく言われてて「孤独」とか「孤立」っていうのがあってやっぱそういう行政の支援とかにつながってないとか相談する人が周りにいないとかであるいは「どうしていいかわからない」っていうのに陥ってしまってる陥ってるけど考える暇もない毎日仕事もしないといけないとかですね。やっぱ簡単ではない その人たちからするとはい、はい、なのでそこはやっぱり支援につなげていかないといけないっていうこと、まあ、当然しかもこの子は学校に行きたいっていう意欲もあるわけですからそこがやっぱり行けてないっていうのはこれはやっぱり支援が必要だと思うので。ということであの。 そうういこでんまあ、あのちょっとご紹介し,したいのはその最初ボランティアでやってたらしいんですけどねでもなんかそのやっぱり走り出したら本当に頼りにする人が増えてきたらしくてうでそうするとじゃあその制服の。 まあその人もうボランティアでやってるその人一人はボランティアでやってるけどじゃあその制服の置き場所どうするのじゃあ受け取りに来た時にじゃどうするのとかっていうのろいろ出てきたりする費用がかさんでくるわけじゃないですか人も必要ですしそうなんですよこれまあ結構ボランティアあるある,ある,あるですよね続かないくなってくるいでそれでもうできないかなってなったらなんか本人はく周りから叱られたと。 はいはい、こんな軽い気持ちでねとあ,<ー>あのー、まあこれ叱られたと本人は言ってましたけど、うん、ま多分知った激励されたと思うんですよどうにか続けてほしいとはいはい子供食堂とかでもそうですよね、うん、せっかく頑張ってやってみたものの、うん、やっぱ経費とかかさんでこれ以上できないできない,はい、はい、自腹がもう尽きてきたってなったら、うん せっかくこの子たちにとって居場所になってて唯一大人とつながれる機会だったにもかかわらずすいません来月からもなくなりますでまた居場所がなくなるっていうのは結構ねその子供たちにとってもつらいとかもありますしだからその何としてもその制服のリユースリサイクルの事業を運営させて続けてほしいっていうのは周りから知ったがきれいされたそうで,でこの人 だから最初はなんかこう無料ぐらいな感じでやってたらしいんですけど譲渡みたいな感じでやってたらしいんですけど結局もうじゃあそこのやっぱり、えー、アパートも一室借りないといけないとかうん、うん、人件費とかあ,のあとは買い取りとかに出張で行くらしいんですけど <laughs> 当然そのガソリン代とかもこれでも大変ですよ <laughs> <間も S 2> ボランティアでは。かかるわけじゃないですか。うん、でも諸々の経費を全部出して、うん じゃあ収入と支出でトントンになればいいってことでうん、うん、もう最小限度の制服の価格を設定してえそれでもそんなトントンンになるんですか一応今トントンって言ってました、えー、トントンっていうかいあの赤字は出してないって言ってました今だからそ,それがめちゃめちゃ大きくなって、はい、人も雇っててんかその私前の店舗を見てないんですけど、うん、今の店舗はもう普通に学生服売ってる店舗。 きれいな店舗ですごく置いてあって昔はもうあのその前のところはアパートの一室で、うん、本当にもう山積みに天井につくぐらい制服がたまって <laughs> あのってあったんですけどちゃんと試着室みたいなところもあってですねこれすごいけどな、ね、これ今大、うん、あの奥間さんのインスタ見てるんですけど、はい、チラシはい価、はいはいえっと、の で提供しているということでこれもこれでだから80%引きで回るっていうこの、うん、なんていうの経費も回るっていうのがすごいなと。ですね。すげえ羨ましいな。<laughs> <laughs> このまあ寄付もあったりとかあ,<ー>あとは買い取りもあってで。 やっぱそれでですねいろんなこれがいいなと思ったのはこの制服のリサイクルリユースでこの趣旨で子どもの貧困ってなんで私このテーマで表現したかというと珍しいかなって僕は思うんですけどこのチラシを作ってましてこの事業所がそしたら「知ってますか子どもの貧困問題沖縄大変なんです」書いてありますとチラシに入れてるんです。で だから、この制服リサイクル、リユースやってます。うん、えい、ー、らなくなった制服があったら、ぜひお譲りくださいとか。うんうん、で、あるいは、こう、ご購入お求めな方は、この店舗で売ってますよ、はいはい、連絡くださいっていうのをチラシに。このひ、うん、子供の貧困っていうのも入れてるんですよ。入れてますね。で、これって、あの、まあ、よく言われてるのは、例えば、子供食堂とかも。誰でも通えるっていうスタイル。と、やっぱ、その対象の方だけっていうのがあって。うん でそのこうどっちかって悩む理由としては、うん、その子供食堂特にひそういう世帯を対象にしてますってなった時に、まあ、後ろ指刺さ,されるんじゃないか生き、はい、にくくなるうん、うん、恥ずかしいとかうん、うん、近所の人がそういう目で見られるんじゃないかとかそういうのがあってあんまりその子供の貧困って言葉を使わなかったりとか、うん、対象者はこういう人ですよとかっていうのを言わなかったりするんですけど、はい、でこのところこの店舗は。うん 事業者は、まあ、パンフレットにに書いいてて店頭に置いてあるんでだからそれはやっぱ狙いっていうかやっぱ本人たちも考えてつけてると思うんです、うん、で、それが、まあ、ある意味こうそうしてる部分なのか、はい、なんかその高校生が、うん、とか中学生中学3年生高校3年生の卒業する子たちが寄付したいっていうのが、うんはい、なんかすごい代々伝わってきてるらしくて、えー、口コミとか、うん、SNS で広がってるらしくて。 卒業式の次の日とかにめっちゃ来たり来るらしいんですよ寄付したいですってれなんかですかそのそういう意識があって自分の少しでも役に立ちたいっていう子もいたりとかでなんかもうその中にはなんかもうこのためにめちゃめちゃ大事に制服着てましたみたいな手入れとかも超綺麗な状態でっていうのはなんかあの。 ちょっとあのそのやっぱボロボロだと販売できなかったりするらしいんですようん、うん、どれぐらいって言ってたかなやっぱ半分ぐらいはやっぱりもうちょっと商品にはならない多いらしいんですね、うん、えどうしてもやっぱ3年間来てるからっていうのもあって、うん、でだけどそれ,もそれも本人たちも心がけてきれいに来てたよっていうあったりするらしいんですよで,す、ねうん、でこれってやっぱりそういうチラシに書いたっていうのも もしかしかたら意味あ,<ー>、ね、あったかもしれないしうん,、うん、なんかあの私はあのその制服をが、えー、入手取得できない子の頼りになるっていうその物理的な支援っていう側面もすごい大事だし、はい、もう一つ思ったのはなんかその事業の過程っていうかプロセスがすごい大事かなって思ってたこういうニーズがあるから困り事があるからっていう過程ですか あの要するに支援したい人が広がっていくっていうこと、はいはいはい、あそういう人もいるんだとか、うこういう社会問題が今沖縄にあるんだとか、はい、自分にできること何かなっていうのを学生考えたわけじゃないですか。うんうん、僕が中学生高校生だと絶対考えられない、考えないそんなこと知らなかったですもんね。<笑><笑> だからこういうそのプロセスがこの事業に素晴らしいなと共感したんで SNS でも上げさせてもらったしこの間話聞いてても本当によかったなとその代表の方がすごい熱意がある方で,です、ね、このプロセスが面白いんですもう一つ紹介するとさっき言った買い取り出張買い取りっていうのがすごくてですねはい、はい、すごいっていうのはあのー、これ福祉的にすごいって私は評価してるんですけど。ーあのー 買取まあその買い取りし,してくれませんかと連絡があったのでいざ買い取りに行きましたと指定されたところに、うんはい、そしたらこうおう家の中がもうめちゃくちゃ散らかっていたとでそれでなんかそのほんに少しでも足しになればみたいな要するに生活の足しになれば <laughs> 買い取りだからじゃあ100円で売れました、うん、ラッキーこの100円でっていう要するにこうあの使 リサイクルショップじゃないですけどこう売りに行く人とか僕も売りに行ったりしますけど、うん、不要なもの、はい、でそれってまあそのお金になったら嬉しいわけじゃないですか、はい、なんかその行った家庭がもうなんかあの子供もいるにもかかわらずすごい部屋が汚れてて、うん、なんかそれでなんか困りごとないですかみたいに聞いたら、うん、なんかいや実は困っててみたいな、うん、要するにこの買い取りしたことによってて。はい ちょっとそう支援を必要とする人が、うん、を発見するケースがあるらしくてですねでまあそれがつながりでまた何か後日相談があったりとかこの人に来るらしいんですよ、うん、実はこういうのがあってとか、うん、子供が困っててとかでこれってあの行政とか役所でいうところの、うん、あ発見機能みたいなのになってですねつまりそのえっと あの私もこれ今まで話してきてるんですけど、うん、その行政の支援につなががっていい人がいますよねだからその孤独死が起きたりとか、うん、虐待死が起きたりとかっていうのがあるわけじゃないですかそこをこう役所に把握してもらう発見してもらうで適切な支援につな,ぐ、うん、つなぐっていうのが行政の課題でもあるんですけど、うん、だからまさにこの代表の方は。 行政ももなながれかかっったた誰も発見でき唯一この制服の買い取りに行ったことによって、うん、その家がすごく困ってることが分かってはははははでこの人が役所につなげたとかですね、うん、こういうのもあるらしいんですよ、うん、だからその買い取りっていうアプローチがすごい、うん、これは副祉的に見ると「なるほど」ってこれはすごい意義があるなっていう感じなんですよ。頼む方も頼みやすいですしね、はい、買い取りだから。 買いに来る人もそうだし、うん、そうやって買い取り希望で売る人へつながれるっていうのは一応この人になんかもう僕もきなんかすごいなと思って期待して今後やりたいこと何なんですかとか聞いたら、うん、まあやっぱとにかくこの事業そのその制服っていうのをやっぱ仕組みとしてはちゃんとこう全県に網羅していきたい,っいおっしゃってましたけど、はい、でもやっぱりその。 僕はんかあのこれ買い取りっていうアプローチこれあのアウトリーチ支援みたいな要するに出かけていってその,あのまあ民生委員とか児童委員もそうですよね、うん、こうアウトリーチしていってそのどんどんで出かけていってその困ってる人の声を直接聞くっていう、うん、それにもつながってくるし、うん、でしかもその。 社会啓発的な意味もあるし高校生とかにどんどん認知されていってるしめちゃくちゃこれはもう一石二鳥三鳥四鳥ぐらいのすごい意味のある取り組みなんでなんかもっともっとやってきてほしいなとかですねでこの人もその長年やってるのでめちゃめちゃつながりもあるらしいちょっと具体的には今 あの許可取ってないで言わないんですけど、はい、いろんなつながりがあってそののななななががりも活かせないかせいいみたいなの模索されてるようなんですね、はいははい、だからあの私はあの那覇市の社協が那覇市の委託事業としてやってるサポートセンター糸っていうのがあってそのサポートセンター糸っていうのは子どもの居場所の横のつながりを支援したりとか寄付したい協力したいっていうその個人だったり企業だったり窓口になってる、うん、ところがあるので。 そのサポートセンター糸を紹介したりとかしたんですけどまあその人にはどんどん広げていってほしいなっていうのを思いつつ、うん、今日ちょっとラジオでこういうのもありますよっていうのをちょっと紹介したかったなと思いましたははははなるほど、はい、いいですねあのー、なんか山内さんも何かありますかなんかそのそれじゃあ CM の後といきますか CM の後ではい、はい はい沖縄プライム後半戦です今日は那覇市議の奥丸良さんで、はい、が MC です、はい、えっとーまあ前半は子どもの貧困ということでその制服が買えない子のためのリサイクル、うん、リユースっていう話でしたが、はい、実はあのー、僕も僕らも細々と地域支援部続けておりまして、はいえーえー、もうすごいですあのー、<laughs> 最近もまたちょっと数が増え出してはいるんですけど。 最近で言えばこれもねどこまで行っていいのかちょっと <laughs> <laughs> あのちょっと言葉を選びながられないですけどあるその障害を持っている体とそのちょっと心精神の方で歩けないっていう方がいてそこのゴミの出しをちょっと今お願いされててでこの方は動けないからゴミ出しもしながらえっと お金もおろしたり買い物したりっていうのもやってるんですけど。でそこにはあのあれが入ってるんですよ。えっとちゃんとしたサポートも入ってるんですよ。うん、要するにヘルパーさんも来たり入浴会社入ったりっていうのがあるんですけど、あのゴミ出しで問題なのがやっぱりこうこの方も、うん、僕うちは 1回600円取るんですね業費で100円がうちに入って500円は、うん、作業された方うん、うん、ボランティアされた方に渡してるんですけど,ど、はいはい、やっぱり600円もちょっと払えないよっていう,うん、うん、毎週はきついっていうやっぱり、まあ、そういう年金とかそういったので暮らしてると思うので。うんうん、ってなった場合って例えば2週間今の時期置いたらもう無視枠が来ますよ。 でそれが最近ちょっと困っていてでボランティアさんも自分の車使うしうそのえっとね結局このゴミ出しというのが、うん、その地域のご好意で、うん、えっと、はいはいはい、だから朝早くってなかなかボランティアも行けないじゃないですか。だから えっと、昼とかに行ってそこの公民館にお願いしますって渡して、うん、そしたら公民館が翌朝出してくれるだから結構ねいろいろこう皆さん協力してるんですけどうんうん、うん、流れはいいですよ、ね、そうそうそう,うん、うん、ただその車にじゃ乗せるっていう結構な大変じゃないですかうん、うん、そうですね大変ですねでそれでもやり手もいなくなるから、うん、これちょっと大変だ、うん だからこれをどうにか解決しようそして、えー、とこのサポートに入ってる要するにトータルでその手配する方がいるじゃないですかポジション的に、うん、えとそういうヘルパーさんお願いしたり何したり、うん、この人の生活のためにっつってうん、うん、でここに一応は行ったら、うん、えっとね この今困ってる状況を言ったらなかなか動いてくれない、うん、っていうのがあって今まさにそれの継続中なんですけどなるほどあ<の>相談員さんですかねその人ではないえっと、うん、相談員っていうのは何ですかねああその障害福祉だったら相談員っていうのがついてますけどね、はい、相談支援事業所事業所ですねうううん、うんうん、うん ヘルパーとか手配したり相談員さんうんなるほど動いてくれないっていう親お悩みだからえっとねもうこれ大変だからって当人とは話してそしたらもう確かに自分も嫌じゃないですか部屋の中にあんなブンブン虫が飛んでってだからもう「前足お願いします」とそれをやったんですけど。 今あるのがちょっと問題なんですよこれ、うん、だからせめてこれだけ片付けてくれる、うん、あもうたまってるやつがあるってことですかそうそういはい,はい、はい、したらやっぱりちょっとできるかどうかみたいな感じなんですよ。でちょっとやっぱり、あのー、本質に立ち返ってですね、うんうん、ちょっと考えたんですけどだから何のためにやるのか。 っていうことだと思うんですけどまあ僕は基本的にその人の生活ももちろんあるんですけどボランティアさんが行ってちゃんとできるような環境を整えないといけないというのがあるんですよ。だからこのの人ににははその事業者さんには割と言うとちゃんとやってくださいとだけどここはじゃあ何のためにこの人を面倒見てんのっていうのが 分からなくてだって誰が見てもいいもんじゃないんですよ、うん、でんならじゃあ公民館も受け入れてくれてますけど、うん、こんだけ湧いたら虫が本当に受け入れるかっていう話も出てくるじゃないですかだからちょっとねあの怒ってるんですよ。うんイライラしてるというか <laughs> いい加減にしてくれよと思っていて。 まあちょっとその詳しく聞かないと僕も分かんないですけど何 <laughs>、はい、でしょうね、まあ、原因も分かんないんですけど、うん、基本的にその、まあ、山内さん言ったみたいに一応ゴミ出しのそこまでちゃんとその公民館の人も、うん、協力してくれるっていうのであれば、はい、確かにそのボランタリーな部分でできそうですよね。うん、そのゴミを その持っていくっていう作業ですからあのまあ難しい作業ではないけどやっぱ継続的にやるとか時間帯とかっていうのがやっぱり大変ですよね。でしかもその個人の車に乗せるってなるとねこれもなかなかだからつってじゃあお前なんかが車用意せえっていうあれでもないのでそんな余裕ないからゴミ出しの車ね専門的に用意しなさいっていうのは。 さすがにちょっとそれだと僕らももたないので、うん、っていうとこあるんですよ、うん、だか,らなんか基本的には、うん、あのもしその、えー、福祉サービス障害福祉サービスを使っていて、はい、えいるんであれば、うん、相談員さんがなんかそれはフォーマルな支援でもいいから、うん、インフォーマルな支援でもいいから、まあ、社協でもいいし、うん、何かその これの問題解決できないかって動くのが、うん、まあソーシャルワーカーとしての仕事なんではい、はい、そこは期待したいんですけど、まあ、何か忙しいのか、うんまあまあ、ちなみに、ま、全く油断ですけど相談員さんもすっごい今忙しい割に、はい、あの報酬が少なくて、えー、今相談員さん不足で。うんあの 大変っていう問題はまあ別にありますけど。まあ、そ,そうなんですか。あります、あります。それが。今回のケースもそうなのかはちょっとわかんないですけど。これあれですよね。だから、実は聞きたかったのは仕組みなんですけど。そういう事業所に。は、うん、じゃ、どうやって維持していくかっつったら。うん、えっと、<ー>市町村から。何かしら入ってるわけですよ、ねそですね。そうです。それはですね。あの福、福障害福祉で言うと。うん、その。 まあ介護でいうケアプランみたいなのをケアマネさんが作るわけですけどサービスと利用計画っていうのを作るんですねどういう福祉サービスがこの人はニーズがあってこのサービスが必要ですとであと事業所はまた一緒に探したりするんですけどあのそのプランを作るんですよ。でそのプランを作ることでまあ報酬をその行政側から。ああそうなんだ。 一いいくらっていう感じでモニタリングとか定期的にどうですかとか、うん、あのサービスこの事業所通っててどうですかとかこのサービス利用してどうですかみたいなのがあったりしてそういったその必要な会議をこなしていくと、うんまあ、そういった業務で、まあ、報酬を得てるんですけど、うん、ただねあの報酬つかないっていうのもたくさんあってですね、うん、例えばあの じゃあ児童の方でいうと、はい、そのじゃあその障害児の通所支援とかを使ってますよと、うんえー、放課後等デイサービス使ってますよとでそしたらいろいろやっぱこの児童が抱える、はい、そ課題が複雑だ,だった場合に、うん、その保護者学校の先生、うん、しかも学校の先生の中でもその,のその子がそのえー、っと 通級みたいな感じだと特別支援学級の先生と通常学級の先生も両方とかもう場合によって教頭先生もいるとかはい、はい、で、えー、っと相,談相談員さん、うん、で放課後とデイサービスの事業所の児童指導員とか、うん、すごい関係者がこう増えていったりしたりとかしてすることがあるんですけどはい、はい、なんかあの。 例えばなんか必ずしもその全員そのプレイヤーを呼ばなくてもいいとかで呼ぶっていうのは調整が必要だったりするのでうん、うん、その調整に関しては別に報酬がつかないとかんかあの細かいところでその相談員さんが努力して難儀してもそこに見合った何か手当はないっていうのが結構あったりするんですよ。多分この今の今ケーーススで言うとその福祉サービス利用しないんだったらうん、うん さっっき言ったソーシャルワーク的なものになるので、はい、もうボランティアみたいな感じで一部なる,なるかもしれないです、うん、その相談員さんが動く場合には、はい、じゃあどこにつなげようかみたいなっていうのを考えたり、うん、こうやってるのが多分その,、うん、その報酬はないってことになるかもしれないですよ。 ですね、だからまあいや別にそれが問題とは言わないんですけどでもまあ原因の一つになる可能性はあって、はい、でわ私はですねやっぱその相談員さんって本当にその利用者とのパートナーみたいな感じなのでやっぱ電話も来たりするんですようん、うん、相談員さんに。うん、で相談員さんもどこまで電話相談に乗るかっていうのはやっぱ大変ですよね。でその、まあ、よくあるケースっていやよくあると言ったら失礼ですけど、まあ、聞いたことがあるのは。うん じゃあ精神人がいましたとでもう夜中だろうが何時だろうが電話来ますよとかでももうずっと喋ってますどこで話を切るのかとか難しいところあ繰り返し同じ話をするとかじゃあ被害妄想ですとか統合失調症ですじゃあずっとその話をしてますいく分か傾聴はしないといけないですけどじゃあどうやって対応しようかとかなんかこの。 あのやっぱりその相談員さんもすごくかさ目に見えない部分みたいなのがあるんですよねだからそれと報酬が見合ってないのかっていう声はよく聞,く聞いてて実際今不足してる、うん、足りないんですよね。 そういういのもあります、ね、であとはやっぱ社協に僕はやっぱそういうのを求めたいですけどねんかあのどうしていいか分からんみたいなこのサービス福祉サービスと公的なものとの狭間みたいなゴミ、はいうん、出しとか本当にそういう日常の生活に関わるきめ細かい支援みたいなところはどうやってじゃあ地域が支えるかっていう。 公民館がやるっていうのはすごい、うん、自治会がやるっていうのはすごい少ないですかすですこの公民館もそれはすごいとい、ね、でそこまでつなぎ繋がったのは繋がったのもすごいですし、うん、これもでも社協が一応は入ってるんです入ってくれたんです、ね、はいあだからまあとは僕僕今聞いた感じでは社協さんもちょっと動いてくれないからあはじゃあちょっと社協に相談しようかなしてみてくださいはいはいはい、でちょっと僕は思いましたね。 ただ僕、うん、もうじゃあ僕の立場から勝手なことを言うとですね、はい、あの一応はお金もらってますよねとははい,はい、はい、それでだったら確かにこのやっちゃいけないとか、うん、その決まっているかもしれないけどもだからなんていうのかなそんなにってビジネスライクにできるのっていうことをほん感じちゃうわけですよね。 だから本当だったらだから僕が社協というよりはに相談したらなんですよ僕らはもう一部なんでだから僕らがちゃんとそれをもらっていたら例えば僕の気質で言えば多分やるんですよ社協とかに行って「今こんな困ってるけどどうにかならないですか?」とか「車ちょっとだけ借りれないですか?」とか「人いないですか?」とかってやるじゃないですか。 わかんないですねだからちょっと聞いてみないとわかんないですけどもしかしたらその人もその人もいや自分たちがやってるのも一部だよっていう言い分があるのかわかんないですけどでも誰かかがやららなないいけけわですねそうそうそうだからそれをじゃあ僕らが一応もうやるんですけどこうなった場合ちょっともうあまりにも。 ほっとけないし、うん、あのやるんですけど、うん、ただなんていうのかなこの先また同じようなことが起きていったらちょっと嫌だなっていうのがあってわ、うんうんうん、かりますなんていうんですかね<の> 1> 僕一回人がいないから自分でそのやったこともあるんですよツッコミだしこのその時はもう虫湧いてましたよ3つぐらい4つぐらい。うんうん <で>しんどいっすもん帰りながら「俺何やってんだろうと」と<ー>だって結局600円なんで、うん、でなるわけですよ、うん、それが多分続けられない原因になっていくなと思ってで別にこの放送も忙しいじゃないですかだからより「<laughs> 俺何やってんだ」ってなるんですよね。<laughs> はいはいはい だからもうちょい求めるのかもしれないですけど、うん、もううちちょいいゃんとやっっててくれよわかりましたなんかあのちょっとそのいずれにしても、うんはい、まあちょっと、まあ、今日この話聞いてこのケースはやっぱ一応まあ社協さんに相談してそれでもうまくいかなかったらまあこの収録終わったってまた連絡ください。でちょっと今感想として思ったのは、はい、私そのやっぱ福祉 とかこう困りごと福島でいかんけど困りごとみたいな多いじゃないですか。あの前ちょっと話したかもしれないですけど、じゃあその地域でえまあ精神の人ばっかり例に出すのもあれですけど、どんな人でもいいんですけど、まあ迷惑行為の人がいると例えばゴミ屋敷がいますとか、厄介者がいますとか、あなんかいるあるじゃないですか。ありますね。でその時にその 地域の困りごとをどうするかみたいなまああるいはその今このゴミ出しで困ってる人とか、うん、まあ既存のサービスがあれば使えばいいよねと、うん、だけどその既存のサービスでも、うん、なんか引っかからないなみたいなうん、うん、今言った誰の役割分担の中でも取り残されたやらなきゃいけないことが残ってる、はい、っていう時になんか自分そういう困りごと 何でも解決かみたいなこう,こう福祉でも地域の悩みでもフリーで動ける人みたいなコミュニティーソーシャルワーカーのもう何でも何でもやります何でもやるコミュニティーソーシャルワーカーみたいなのがすごくたくさんいるとめっちゃ強いなって思うしなんかそれを僕は。 やりたいですね。あいいですね。だから僕も結局この地域シェムのお手伝い事業っていうのはそこを目指しているわけですよ。そね。そのワンプレイヤーとして貢献したいということでやってるわけじゃないですか。やってます。本業じゃないじゃないですか。はい。ただだからそれはまあもう儲けとか度外視してるわけですよ。でこれに一人をつけることもできないぐらいの要するに百円しかやっぱり。 一件に当たりもらわなななななないいいいのででそ、うん、そうなっててくとそんな人なん人雇えないじゃないですかだから完全にこれはもうそういったことで地域貢献としてやってるんですけどあのー、ちゃんとこれが要するに人専属で雇えるんだったら雇いたいぐらいですだからそれが難しいとそしたらその分をやってる役所の方がいれば確かにいいなと思いますそこに頼れるので。でね、なんかあのー まあ、四角い紙があって、うん、支援の輪っかを丸,丸でこう書き込んでいって、うん、その今その丸をみんなで増やすっていう作業をしてるわけですよ。でその FM ギノワンさんは本業はラジオなんだけど、うん、地域貢献とか、うん、そのコミュニティ FM の,、まあの力を使ってっていうことで、うん、その今やってる事業っていうのはその丸をこう書き足してくれてるわけですよ。 まさに取りの誰一人取り残さないっていう作業を自分は福祉でやってるっていうイメージなんですけどでもその輪っかにかかってない空白があるわけですよ。絶対あそう福祉サービスにもかからない既存の,そのボランティアにもかからないここ困ってるんだよとかっていうところがそれをこうカバーしていくこうあの本当にえーっと 警察で行ったらあのなんかあの地雷隊みたいなっていうか誰もわからんみたいな警察官出身の僕がいるあのあの,あ,のあれ何でも忘れましたけどまあとにかくこの機動的に、うん、あ何でもできるみたいな機動的にすぐこう聞いたら行きますその空白地帯何とかします っていう方いるんすかいやいやいないんですよだから、ね、<ー>こういうのを作りたいなとか、はい、かあの他の都道府県で何でもかん何でもすぐやりますかみたいなのがあったってあん,、うん、んかまあそういうその福祉の隙間みたいなのを埋めるのを自分はこう作っていきたいですけどいいですかいやだからもう作り,作りますよ。<laughs> で もう今回知念市長が地域包括ケアシステムの構築を推進していくって言ったんでこれまさにそれなんですすごい。地域包括ケアシステムってまあそういうことなんですすごくないですか市長が言うって市長が言うってすごいですすごいですしかもあの経済どっちかっていうと経済バタですよね経済政策とかあの産業とかそういったのが得意分野の人であの と思ってますとであの、まあ、僕のイメージで福祉ってイメージないんですよ、うん、知念さんっていうのは。だけど地域包括ケアシステムって言ってくれたんですごいなその重要な柱の出してくれたんで<ー>これはねまあ 福祉の人からすするともう崇高な理念すぎてこれを本当に達成できるのかみたいなのはあるんですけどでもそれを追い続けていくっていうのは大事なことなんでこれを構築して今言ったみたいな誰の支援にもかかってない部分とかもうそういう狭間をできたらなとで今結局それを担うべきなのはまあ社会福祉協議会だったりするんですけど。 社協もいっぱいいっぱいなんで社協も大変って聞いた,、ま、た僕は社会福祉士の専門学校通信で行った時の先生は、はいうん、これ今言っていいか元社協の人だったんですけど社協から専門学校の先生になった人がいたんですけど今の社協は残念ながらそれができてないと<ー>本来の社協の姿っていうのは今言ったみたいにこの福祉サービスでどう,にかなどうにもならない人たちを要するに サービスがないところを新しいサービス作っていくっていうのも社協の重要な役割っておっしゃってたんですね先生ああで今できてないといセーフティーネットですもんねんイメージとして。そうなんですよてないので、まあ、まずは社協に相談してみてくださいうん、うん、<laughs> 山内さん。そうですねで、はい、ということでちょっとお時間となりましたが「はい、沖縄プライム」以上でございます、はいえー。今日もし聞いてまたなんか、ね、気分を 返された方申し訳ないです。い <laughs> かアイディアあったらお寄せください。<laughs> ぜひぜひよろしくお願いします。以上でございます。ぜひまた、えー、来月から各週になりますので、はい、2> 第2週第4週になります。はい、ぜひそちらも聞いてください。えー、お相手ははい那覇市議会議員の奥馬良、えー、そして山内でした。それでは皆さんまた来週再来、はいはい、週かさよなら。さよなら